北国新聞ニュースをお伝えします金沢大学の入学式が今日行われおよそ2700人の新入生が学びを深める決意を新たにしました金沢大学の入学宣誓式は金沢市若日の町の石川総合スポーツセンターで行われました今年の新入生は大学や大学院 養護教諭特別別科の合わせて2,699人で和田隆学長は「国内のみならず世界情勢は常に不安定になっている充実した環境で志高く積極的に挑戦しグローバルに活躍できる人材になってほしい」と激励しました。これに対しし新入生を代表し 理工学域地球社会基盤学類の高木瑞希さん18歳と医薬保険学総合研究科保険学専攻の出崎椎名さん22歳がししました入学式では合唱団の校歌斉唱やフィルハーモニー管弦楽団の演奏もあり新入生たちはあさってから 順次始まる講義などで学生生活をスタートさせます今年の入学式は一人に限っていた保護者の参加制限がなくなり親子揃って写真を撮る姿も見られましたニュース解説のコーナーですスタジオには北国新聞地方部の岩田部長にお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いします 大病を乗り越えマラソンへの挑戦を続けている宝田清水町の76歳の男性が先月3週連続でフルマラソン完走を果たしましたさてこの方はどういった方なんでしょうかはい、えー、宝田清水町に住む谷口一郎さん76歳は えー、重,症重症性急性す炎や、えー、糖尿病を患い、えー、2009年4月から6年間入退院を繰り返し、医師からは、えー、感知が難ししいいと宣告されていました、うん、そんな谷口さんがマラソンを走るきっかけは何だったんでしょう、はいえー、谷口さんは、2014年11月に金沢マラソンが国際陸連と国際マラソンロードレース協会の公認コースに認定されたと書かれた、国際新聞の記事を読みました。 この時68歳でしたが人生最後の挑戦をしたいと出場を決意したということです、うん、谷口さんはもともと運動経験は終わりだったんでですすかねねそうですね、えー、剣道でインターハイの出場経験があるということでしたが、えー、トレーニングを始めた当初はまともに100メートルも走れなかったと振り返っています。ああそうした中で5キロを目標に臨んだ最初の金沢マラソンは 沿道からの1 0円にも背中を押されて30キロ地点まで到達したということですそして応援されることが励みになって練習に打ち込むようになったという話ですなるほど応援がマラソンを続ける動機となっているわけですねそうですね谷口さんは2016年の金沢マラソンで初めてフルマラソンを完走しましたその後病気が再発して3度目の手術を受けましたが順調に記録を伸ばしています 自己ベストは4時間12分47秒と初めて完走したレースから2時間以上タイムを縮めているということです2時間以上も素晴らしいですね、はい、先月は3週続けてフルマラソンに挑んだそうですねそうなんです谷口さんは東京マラソン、能登和倉、万葉の里マラソン、板橋シティマラソンと3週連続で出場し、いずれも4時間30分台でゴールしました フルマラソンの完走回数はこれまで18回だということです3週連続だったらもう体休まる時間ないですよね、ね <laughs> 現在もトレーニングに励んでいるんでしょうかえあの今も2か月に一度通院しながらですけれども、かほく市のスポーツジムに通って、週50キロは走るという谷口さん。 4時間切りを目標に掲げています困難に立ち向かう人の希望になれば嬉しいとまあそういう思いでピッチを刻んでいるということですそうですかこお話聞くとダラダラしてちゃいけないなと思いますねわ <laughs> かりました元気をもらいましたニュース解説ここまで地方部の岩田部長とともにお伝えしましたありがとうございましたありがとうございましたニュースを続けます 3D プリンターで作られた茶室が金沢市の金沢神社の境内に登場しました。この茶室は金沢出身の筑波大学大学院生厚見啓さん二十九歳が研究の一環として金沢神社にある宝勝池の水上舞台に設置しました。厚見さんなどスタッフは昨日およそ千ピースの木筆材の部材を使い。 縦穴式住居ををイメーージししたたドーム状の茶室を組み立てました安住さんの 3D プリンター建築は釘やネジを使わず建てる継ぎ手・仕口の技法を用い何度も解体や組み立てが可能なため移動や補修が容易だということでデジタル技術と伝統的な建築技術をミックスした成果を示しています。出来上がった茶室では 演習流金沢支部の中村美也子さんがお茶を立て厚見さんなどが味わいました厚見さんはより安価で環境負荷の少ない持続可能な建築物を普及させたいと今回の茶室に生かした技術を一戸建て住宅や仮設住宅にも応用する夢を描いています 金沢市が初めて採用した弁護士が昨日から子育ての窓口で相談業務をスタートさせ、市民に貢献したいと意気込んでいます。三沢正弘さん四十歳は東京で弁護士として離婚や相続など家庭関係の問題を扱ってきました。しかしおととしの北陸旅行をきっかけに移住を考えるようになり、電子版の 北国新聞デジタルを通して金沢市が子育ての相談体制を強化するため弁護士を募集していることを知りましたさらに村山隆市,市長が三沢さんにとって中学高校の先輩にあたることから面接を受けた結果この春の採用が決まったものです。弁護士の採用はは金沢沢市としててて初めてでで三沢さんは子育て支援課で 一般の仕事に携わるほか養育費の取り決めや相続など家族関係の相談に無料で対応することになっています三沢さんはできるだけ長く金沢に住んで困っている人を助けたいと市民に貢献する決意を語りました三沢さんの任期は1年で最長5年まで勤めることができます 県六園を訪れた人の数が花見時期の無料開放期間中に44万8千人余りを記録し過去最も多くなりました石川県は毎年春に桜の開花に合わせ県六園を無料開放し今年も先月27日から一昨日までの7日間実施しましたその結果来園者の数は 四十四万八千百人になり、比較が可能な千九百七十七年以降で最も多かった二千十七年を一万人上回り、過去最多を更新しました。この時期の無料開放の人では、新型コロナの影響で二千二十年に七万人台に落ち込んだ後、去年はおよそ二十三万人まで回復。この春は。 その去年の1.9倍に増えました大幅に人出が増えた理由について石川県はコロナの流行が落ち着いたことに加え桜の開花が春休み期間と重なったことそれに晴れの日が多かったことを挙げています一方金沢城公園の来園者も32万6200人と 統計のある2002年以降で最も多くなるなど、兼六園を含めてコロナ前のにぎわい復活が鮮明になりました。現代美術展は土日に続き、平日の機能もにぎわい、審査員による作品解説が作家の世界観に迫りました。現代美術展の来場者は、 先月31日の開幕からおとといまでの3日間で4853人と過去10年間で最も多くなりました。平日の昨日も熱心な美術愛好者や家族連れが詰めかける中、審査員による彫刻と日本画の作品解説が行われました。このうち、金沢21世紀美術館では？ 県美術文化協会理事の村井芳樹さんが彫刻作品を鑑賞するポイントなどを説明し、唯一無二を求めて制作するのが作家の本質、それぞれの作品からエネルギーを感じながら見て回ってとアドバイスしました。一方、県立美術館では県美術文化協会理事の篠力さんが日本画の作品解説をしました。 篠さんは作家を育てるのは干渉する皆さんこれからの作風の変化も楽しんでと呼びかけました現代美術展の会期は今月17日までで作品解説は会期中の17日を除く平日に午前と午後の2回行われます IR 石川鉄道の新入社員が北国新聞を教材に新聞の読み方を学びましたこの新聞の読み方講座は IR 石川鉄道が新人研修の一環として開き入社したばかりの21人が参加しました講座は北国新聞の朝刊を教材に進められ講師の 本庄玉城北国新聞社広報部長が、大事なことから書いていく記事のスタイルや見出しの重要性を説明しました。そして、地元紙を読めばより身近な情報を幅広く知ることができると新聞の活用を呼びかけました。北国新聞社は県内の企業や団体を対象に新聞の読み方講座を開いています。 講座の申し込みや問い合わせは、電話零七六二六零三五六四番で受け付けています。P.F.U. の女子バレーボールチームが昨日北国新聞社を訪れ、来シーズンの奮闘と上位進出を誓いました。バレーボール女子 V ワンリーグ。 PFU ブルーキャッツは12チーム中9位の成績で今シーズンを終えましたブルーキャッツの羽池学部,部長坂本正康監督島美琴選手それに高曽南選手の4人は北国新聞社の富田秀和会長に会い坂本監督がもっと上の順位に行ける実力がある分悔しい結果来季は 守りを鍛え、歴代最高の8位以上を目指すと決意を示しました去年、日本代表に選ばれた島選手は結果は満足できないが講師の連携は徐々にうまくいっていると手応えを語り高祖選手も最終戦を勝利で飾れたのは弾みになると来シーズンの飛躍を誓いました PFU ブルーキャッツは 去年準優勝した全日本選抜に向けて練習に励んでいて、坂本監督は優勝という形でファンの期待に応えたいと意気込んでいました。内永町の地域おこし協力隊員が新たに一人移植され、新人隊員が町の魅力を発信したいと張り切っています。 新たに退院になったのは、金沢出身の河合祐介さん、二十六歳で、内田町の川口勝則町長から、昨日、町役場で遺植状を受け取りました。河合さんは、世界各地を回ったほか、県外で民宿やスキー場、旅館に勤務した経験があり、町の魅力を発信していきたい、町民の一人としても内田を楽しみたいと、 決意を語りました地域おこし協力隊の任期は最長3年間で河合さんは今後動画の制作や観光イベントの企画などに携わることになっていますここまで北国新聞ニュースをお伝えしました